ユーティカは、アメリカ合衆国ニューヨーク州中央部に位置する都市。州都オールバニとシラキュースの中間に位置する。北のアディロンダック山地と南のキャッツキル山地に挟まれ、ハドソン川の支流であるモホーク川がその谷間を流れる、モホークバレーと呼ばれる地域の中心都市である。人口は62,235人。オナイダ軍とハーキマー軍の二軍にまたがる。都市圏は、 人口299,397人を数える。ユーティカの元となった入植地はフレンチ・インディアン戦争後に放置された砦の跡地に百7 7 3年に建設された。入植地は独立戦争中にロイヤリストとネイティブアメリカンによる攻撃を受け破壊されたもののやがて村へと成長していった。ユーティカという名の由来については定説はないが、 一説には、12人ほどの村人が、バックスの酒場に集まり、尊名について話し合ったものの、一つの名に決まらなかったため、カルタゴの古大都市ウティカからその名を取ったと言われている。初期のユーティカでは、ウェールズ人入植者が大きな役割を果たした。1789年と1802年の不作、そして土地所有への熱望から、 ユーティカとその周辺にご家族のウェールズ系移民が住みつき、それに続くようにウェールズ系の農民が流入してきた。入植者たちはウェールズ伝統の農法にのっとり、この地に落農を導入した。やがてこの地で生産されたウェールズ式バターはニューヨークの市場で価値の高い商品となった。1830年頃にはユーティカはウェールズ系住民の文化の中心地。 また彼らが起こした印刷業の中心地となっていた。1832年2月、ユーティカはニューヨーク州の正式な市となった。19世紀前半にハドソン川とエリー湖を結ぶエリー、運河が開通すると、その流路上にあったユーティカでは産業が発展した。運河全体の中でも中間部の開通は最も早く、1819年にロームとユーティカの間が、 その翌年にはロームから西シラキュース郊外のサリナまでが開通した。1825年にはエリー運河が全通した。運河を行き交う旅行者にとって事実上の中間点であったユーティカは旅行者が旅の疲れを癒すのにちょうど良い場所であった。その後ユーティカの名を轟かせることになる綿織物産業は運河の計画段階から起こりつつあった。また、 ユーティカの不動産需要は高まり、地価は1800年時点の10倍に跳ね上がった。ある匿名の旅行者は1829年頃、ユーティカについて、次のように述べた。Arially Beautiful Place, and ユーティカ、エ State Street in No Respect Inferior 2, Broadway in New York, とても美しい場所。いかなる点においてもニューヨークに劣らない。 19世紀中盤のユーティカ・ユーティカは、エリー運河が街の中を直に流れていることによって、シラキュースなど他の信仰の町と同様に恩恵を受けた。1836年には、このエリー運河に加えて、ユーティカとサスケ・花川赤半のビンガムトンを結ぶ、チェナンゴ運河が開通し、この地の織物工場で燃料として用いられる、石炭が、 ペンシルベニア州北東部から運ばれるようになった。運河に引き続いて鉄道の整備も進んだ。1836年にはオールバニスケネクタディとユーティカを結ぶ鉄道が開通した。その3年後にはユーティカから西へシラキュースまで鉄道が延伸された。1870年にはビンガムトンとユーティカを結ぶデラウェアラッカワナウェスタン鉄道のユーティカ支線が 営業運行をはじめ、ペンシルベニア州産の石炭を運び込むようになった。19世紀中盤に入ると、ユーティカの繊維産業は高い成長を遂げていった。20世紀に入る頃には、繊維産業は流星を迎え、ユーティカは数十もの織物工場が立ち並ぶ、全米でも有数の織物の町としての地位を確立した。第一次世界大戦中には、 ユーティカの織物工場は2万人にも上る労働者を雇用した。20世紀初頭のユーティカしかし、第一次世界大戦が終わると、ファッションの変化や政府からの受注の減少、市場への繊維製品の供給過剰が相まって、ユーティカの繊維産業は大打撃を受け、衰退していった。20世紀中盤に入る頃には、設備の老朽化も進んでいたユーティカ市内の織物、 工場はほとんど閉鎖され、生産コストの安い南部へと移転していった。この状況に追い打ちをかけたのが、姿勢の腐敗であった。1930年代から1950年代にかけて、ユーティカの姿勢はマシーンであったルーファス・ピー・エレファンテに牛耳られ、汚職が横行した。こうした政治の腐敗から、ユーティカは、罪の町として知られていくようになった。 しかし1950年代に入ると、ユーティカは再び工業都市として、日の目を見るようになった。ゼネラルエレクトリックは、ユーティカに、ラジオ生産の拠点を置き、最盛期には、約8000人の労働者を雇用し、ユーティカを、世界のラジオの首都と呼ばれるまでに成長させた。この頃のユーティカの地域経済構造の変化は、ルームツーブームと呼ばれた。しかし、 ラジオの街としての繁栄もそう長くは続かず、1960年代中盤には、ゼネラルエレクトリックは、ラジオ生産の拠点を中東に移し、ユーティカの地を去った。その後ユーティカは、数十年にわたって、ラストベルトと呼ばれるアメリカ合衆国北東部、中西部の多くの工業都市同様に、産業の衰退、郊外への人口流出、財政の悪化、 公共サービスの低下といった問題に直面してきた。こうした産業の衰退から、この頃のユーティカは、神に忘れられた街と呼ばれるようになった。1980年代から1990年代に、かけては、ユーティカの急激な人口減少や地域経済の行き詰まりを示した、ラストワンアウトオブユーティカ、プリーズ、ターンアウトザライズというジョーク的なメッセージが記された車の、 バンパー用のステッカーも流行した。市のリーダーや地元実業家は、市の立て直しを図った。1996年、かつてのゼネラルエレクトリックの施設は、軍の産業開発協会を通じて、コンメット社の本社、生産施設として、再利用されることになり、この地域に500名の雇用を生み出した。ダウンタウンのユニオン駅は改修され、アムトラックと、 アディロンダック観光鉄道の駅として、また地域交通のハブとして蘇った。1998年に始まった、夏季の木曜日の夜に行われるサラナック醸造所のパーティーは数千もの人を集め、近隣の酒場や食堂も潤している。こうした傾向を受けて2008年、市長、デイビッド・ロエファロは、ユーティカの新しい標語にルネッサンスシティを掲げた。しかし、 ユーティカの人口は依然として減り続けている。ユーティカは北43度5分48秒成形75度13分55秒に位置する。シラキュースからは東へ約 80km、州都オールバニからは西北西へ約 140km、ニューヨークからは北北西へ約 320km に位置している。ユーティカは 北のアディロンダック山地と南のキャッツキル山地に挟まれ、モホーク川が2つの山地の間を流れる、モホークバレーと呼ばれる地域に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、ユーティカ市は総面積43.0キロ平方メートルである。そのうち42.3キロ平方メートルが陸地で 0.7K 平方メートルが水域である。総面積のセントが、 水域になっている。市中心部の標高は139メートルである。ユーティカの都市圏は、オナイダ軍とハーキマー軍の2軍にまたがっている。ユーティカの気候は、0涼7つと寒い冬に特徴を付けられる。7月の平均気温は、摂氏21度ほどで、日中は、摂氏24度から摂氏29度の間になることが多く、摂氏20度に満たないことも、珍しくない。 夏季でも夜になると摂氏10度まで下がることもある。1月の平均気温は氷点下摂氏5度で、日中は摂氏0度前後になることが多く、夜は氷点下摂氏20度を下回ることも珍しくない。ユーティカにおける観測史上最高気温は摂氏37.8度、観測史上最低気温は氷点下摂氏33.3度である。 降水は1年を通じて平均しているが、6月から9月までの間は他の月に比べてやや多い。年間降水量は 1050mm 程度である。また、ユーティカはオンタリオ湖で湿気を増すカナダからの寒気の風下に当たるため、冬季の降雪が非常に多く、クリーブランド、エリー、バッファロー、ロチェスター、シラキュースなどとともにスノーベルトと呼ばれる豪雪地帯に含められている。 一冬の降雪量は平年でも2 0 0トルを軽く超え3 0 0トルを超えることも珍しくない。欠片の気候区分ではユーティカは亜寒帯湿潤気候に属する。ホテルユーティカ市の目抜き通りであるジェネシー通りは中心部を北東南西方向に走っている。ダウンタウンはジェネシー通りを中心にステート通り、パークアベニュー、 CSX の線路に囲まれた三角形の中に形成されている。ジェネシー通り、ステート通り、パークアベニューの3本の通りはダウンタウンの南西、オナイダスクエアで交わる。ダウンタウンの北にはモホーク川が流れている。ユーティカの歴史において重要な役割を果たしたエリー運河はモホーク川の北を川と並行するように流れ、エリー運河のすぐ北には 週刊高速道路 I-90 が通っている。ダウンタウンには大都市によく見られるような超高層ビルこそないものの、ホテルユーティカなどの歴史的建築物がいくつか残っている。1912年に建てられたホテルユーティカは、完成当初は10階建ての耐火性建物で、200部屋の客室、4つの食堂、ボールルーム、集会場、婦人用レストラン、紳士用、 グリルカフェを有していた。1926年に上部の4階層が増築され、客室数は250に増えた。このホテルには、ルーズベルト夫妻、ジュディ・ガーランド、メイウエストなどの著名人も宿泊した。しかし、宿泊客数の減少により、1972年にホテルとしての営業を停止し、アパートに転用された。 その後1999年から2001年にかけて、ホテルユーティカは1300万ドルの費用を投じて、回収され、全米歴史保存トラストのヒストリックホテルズ・オブ、アメリカの一つに加えられた。現在では、ホテルユーティカは、チョイス・ホテルズ・インターナショナルが、同社のクラディオン・コレクションというブランドで運営している。このホテルユーティカのほか、ダウンタウンには、ユーティカ貯蓄銀行、 スタンデー芸術、センター、ユーティカ公立図書館、ユニオン駅などの歴史的建築物が建っている。また、オナイダスクエアには、南北戦争で北軍について戦った、ユーティカ出身の兵士を称える記念像が建っている。クレーターユーティカランドマーク協会は、こういった歴史的建築物の保存や改修の促進を目的として1974年に設立された。ユーティカは、 市長制をとっている。市長は全市から選出される。市議会は議長と9人の議員からなっている。9人の議員のうち6人は市を6つに分けた選挙区から各1人ずつ選出され、残りの3人が全市からのワイルドカードで選出される。市議会議長は市長や議員とは別に全市から選出される。連邦議会会議員選挙においては、ユーティカは、 ニューヨーク第24選挙区に属している。19世紀後半には、この選挙区では、共和党が強い勢力を持っていたが、20世紀に入ってからは、共和党と民主党の勢力がきっ抗している。ユーティカ都市圏内には、商業空港がなく、シラキュースのシラキュースハンコック国際空港、もしくは、オールバニのオールバニ国際空港がユーティカへの空の玄関口となる。 ユーティカのダウンタウンからシラキュースハンコック国際空港へは車で約1時間オールバニ国際空港へは車で約1時間40分であるアムトラックのユーティカユニオン駅アムトラックのユーティカユニオン駅がメインストリート321にあるユーティカユニオン駅には下記の列車が停車するシカゴとニューヨークボストン間の夜行長距離列車レイクショアリミテッド号 ついたち一往復停車トロントとニューヨーク間の中高国際列車メイプルリーフ号ついたち一往復停車ニューヨーク州ナイアガラホールズとニューヨーク間の中高中長距離列車エンパイアサービスついたちに往復停車またこの駅はアディロンダック山中のオールドフォージへと向かう季節運行のアディロンダックシーニック鉄道の始発駅となっているさらにこの駅はグレーハウンドや アディロンダックトレールウェイズのバスターミナルも兼ねている。市の北側には、週間高速道路 I-90 が通っている。I-90 は、シアトルからボストンまで大陸を横断する幹線で、ニューヨーク州内ではバッファローからオールワニエと、アップステートニューヨークを横断する、重要度の高い道路である。I-90 の支線である I-790 は、全線が、 ユーティカ市内にある4トル弱の道路で、ユーティカのダウンタウンと I-90 本線とを結ぶ役割を果たしている。ユーティカ市内の公共交通は、シラキュースに本部を置く中央、ニューヨーク地域交通局の運営する15系統の路線バスでカバーされている。ニューヨーク州立高科大学ユーティカ大学は、市の西側にキャンパスを置いている。1946年に、 シラキュース大学の有機加工として開校した。この私立大学は、もともとはダウンタウンのオナイダスクエアの近くにキャンパスを置いていたが、1961年に現在のキャンパスに移転した。1995年に同学はシラキュース大学から分離独立した。その後大学院が設置され、1999年には、 修士のまた2005年には博士の学位がそれぞれユーティカ大学から授与された。同学は学部生約2500人、大学院生約600人を抱えている。市の北にはニューヨーク州立大学システム唯一の工科大学であるニューヨーク州立工科大学がキャンパスを構えている。1966年に開校した当初は市の西側に仮キャンパスを置き、 学部上級学年と大学院の講義のみを開講していたが、1980年代に現在のキャンパスに移転し、2003年に初の1年生を受け入れて完全な4年生大学となった。同学は理工系の専攻を中心に提供しているが、会計学、経営学、心理学、社会学の専攻プログラムも提供している。同学には学部生、大学院生合わせて、 約2900人の学生が在学している。同じく、ニューヨーク州立大学システムの一角をなす2年生のコミュニティカレッジ、モホークバレーコミュニティカレッジは、市の南東部にキャンパスを構えている。1946年に、ニューヨーク州立応用分離学校有機加工として開校した同校は、ニューヨーク州内で最初に開校したコミュニティカレッジであった。 1950年代には、同校は、モホークバレー技術学校と名を変え、解雇された、繊維産業従事者が、ゼネラルエレクトリックにおいて、機械を操作できるように訓練するための、トレーニング施設として機能した。1960年に、同校は2年生大学としての認定を受け、キャンパスもダウンタウンの仮キャンパスから、現在のキャンパスに移転した。ユーティカ公立図書館また、 ユーティカの中心部から南西へ約 15km、オナイダ郡内のクリントン村にはハミルトンカレッジがキャンパスを構えている。同学は1793年に K12 の私立学校、ハミルトンオナイダアカデミーとして設立され、1812年に大学として認定を受けたニューヨーク州の大学としては3番目に長い歴史を持つ大学である。 同学は US ニュース＆ワールドレポートの大学ランキングでは全米のリベラルアーツカレッジの中で上位25位以内に入る評価を受けリトル・アイビーにもその名を連ねている同学は約1800人の学生を抱えているユーティカにおける K12 かほどはユーティカ市公立学区の管轄下にある公立学校によって支えられている同学区は小学校9校中学校2校 高校一校を運営している。ジェネシー通りにはユーティカ公立図書館が建っている。この図書館は1825年に創設された。1899年に完成した。この図書館の建物は1982年に国家歴史登録財に指定された。この図書館は約15万冊の蔵書を有し、年間19万人以上が利用している。スタンレー芸術。 センターダウンタウンのジェネシー通り沿いに立つスタンレーン芸術センターは2900席以上を有する大規模な劇場である。この劇場は1928年に映画館として開館し、その後まもなくライブの公演も催すようになった。1960年代から1970年代にかけて周辺の劇場は街の再開発の中で次々と取り壊されていったが、 この劇場は閉館の危機に遭いながらも生き残った。現在では、ユーティカ交響楽団及びモホークバレーバレーが、このスタンレー芸術センターを本拠地としているほか、ブロードウェイミュージカルの公演や、ムンソン・ウィリアムズ・プロクター・アート・インスティチュートが、招待する世界の一流演技芸術団体による公演も行われている。このメキシコ建築の要素を取り入れた、バロック建築様式の劇場は、 1976年に国家歴史登録罪に登録された。スタンレー芸術センターの西約400メートル、ステート通り沿いには、プレイヤーズ・オブ・ユーティカという小規模な劇場が建っている。この劇場は1910年に開館して、以来、地域に密着したアマチュアによる公演を、主としたコミュニティシアターとして運営されてきた。1999年に劇場は、 不審火により消失したものの2003年に200席を有する新しい劇場の建設が始められた。ムンソン、ウィリアムズ・プロクター・アート・インスティチュートムンソン、ウィリアムズ・プロクター・アート・インスティチュートは、ジェネシー通り沿い、スタンレー芸術センターの南西約400メートルに立地する美術館、演技芸術部門、美術学校を併設した総合芸術センターである。美術館は、 パブロ・ピカソ、サルバ・ドール・ダリ、ジョージア・オキーフなどによる18世紀から20世紀までのヨーロッパ美術やアメリカ美術の作品約2万5000点を展示している。演技芸術部門は世界の一流演技芸術団体を招待しての公演をスタンレー芸術センターで行っているほか、美術館の中庭でジャズや現代音楽のコンサートを行ったり、美術館の行動で映画を上演したりしている。 美術学校は1981年に認定を受けた高等教育課程と前年代を対象としたコミュニティ芸術教育プログラムを有しており、いずれも幅広い分野の芸術教育を行っている。また、同校の高等教育課程は、プラットインスティチュートと提携し、前半2年間をユーティカで、後半2年間をマンハッタンもしくはブルックリンで、 学んだ学生に芸術学士の学位を授与するプラット MWP というプログラムも提供している。ダウンタウンの北東、ユニオン駅の近くに立つ5階建てのレンガ作りのビルにはユーティカ子ども歴史科学技術博物館が入居している。この博物館は地域の歴史、芸術、環境科学、宇宙科学の4分野について展示物に触れて学習できる施設になっている。 ダウンタウンの北には4000席を有する多目的アリーナ、ユーティカ記念行動が立っている。ニューヨークのマディソンスクエアガーデンは1959年に建てられたこのアリーナをモデルとして設計された。このアリーナは NCAA のディビジョン3に属するユーティカ大学のアイスホッケーチーム、ユーティカパイオニアーズの本拠地として使われている。また、 1987年から1993年までニュージャージーデビルズの参加にあったアメリカンホッケーリーグのユーティカデビルズはこのアリーナを本拠地としていた。アイスホッケーのほか、このアリーナはハーレムグローブトロッターズのエキシビジョン試合やブルーススプリングスティーンのライブなどのイベントの会場としても使われてきた。毎年7月にはボイラーメーカーロードレースという 15km の ロードレースが行われる。ユーティカ市街地の外角を回る。このコースはアップダウンがあり、スタートから最初の4マイルで高低差約90メートルを上る。1978年に800人の参加者を募って始まった。このレースは現在では毎年1万人以上の参加者を集めるレースとなっている。1983年にはビル・ロジャースが参加し、 44分38秒のタイムで優勝した。このレースの存在によって、ユーティカは長距離走へのサポートを熱心に行っていると認められ、1998年7月11日、ダウンタウンの北に長距離走の電動が建てられた。6月から8月までの間、月曜の夜になると、ダウンタウンの公園や公共スペースでは、音楽の演奏やダンス、 芸術作品の展示などが行われる。ユーティカマンデーナイトと呼ばれる。この文化祭は1997年に始まり、ユーティカの住民や訪問者に対し、芸術や人文科学に触れる機会を提供している。期間中の公演鑑賞や展示物見学はすべて無料である。夏のユーティカの祭りがユーティカマンデーナイトならば、冬はスノーファリである。 ダウンタウンの南約 2km バルバヤラススキーセンターで行われるこの冬祭りではスノーボードクロスの競技や参加者が各自厚紙で制作したソリのレースなどが行われる。また、この冬祭りに連れて来られる動物も観客を集めている。祭りの収益金はユーティカ動物園に納められる。トマトパイ19世紀末にこの地域に流入したイタリア系の移民は ユーティカの食文化に大きな影響を与えた。ユーティカでよく見られるトマトパイはシチリア島のピザに由来するもので四角形をした厚めのクラストにトマトソースを塗って焼いただけの簡素なものである。1914年に市内のピザ屋で初めてトマトパイが売られた時には1枚わずか5セントであった。ユーティカグリーンズは細切りにしたを主にパンチッタ、玉ねぎ、 ニンニク、唐辛子を炒め、鶏肉の出汁を加えて、チーズを絡めたものである。チキンリジーは、リガトニというペンネよりも大型で短く、週にギザギザのついたマカロニ状のパスタを用いた料理で、鶏肉、唐辛子、玉ねぎを炒め、辛口のトマトクリームソースをかけたものである。毎年4月には、市内のイタリア料理店が、チキンリジーをはじめとする料理の腕を競い合う。 リジーフェストと呼ばれる大会が行われる。この大会の収益金は地元の YWCA に寄付される。また、ユーティカはアップステートニューヨークやニューイングランドで広く見られる、ブラックホワイトというクッキーの発祥の地でもある。ユーティカではハーフムーンと呼ばれる、このクッキーは大型のクッキー地に白いバニーラのフォンダ団ンとダークチョコレートが半々にかかったものである。 1960年代以降ユーティカの人口は減少し続けているが、1990年代にボスニア・ヘルツェゴビナ紛争から逃れてきたボスニア系移民の流入によっていくらか緩和されている。ボスニア系の他にはベラルーシ系やベトナム系の移民がユーティカに流入してきている。これらの移民がユーティカの総人口に占める割合は1割を超える。 リーダーズダイジェストはユーティカの政治、経済、社会生活において移民が果たしてきた役割を時系列で表した記事中でユーティカをセカンドチャンスの街と呼んだユーティカの都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りであるユーティカローム都市圏以下にユーティカ市における1820年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示すありがとうございます